どうも皆さん、フレッシュポテトです。オーバーウォッチ1とかワルズ人気ロールのダメージ、ダメージの仕事はダメージを出すのが全てではなく、高火力なキャラ特性を生かして仲間が動きやすい環境を作ってあげることだと思っています。ということで今回はダメージロールのフランカーという役職のコーナーインドキャラトレーサーを使ってきました。トレーサーはブリンクの瞬間移動やリコールで時間を巻き戻すという技術が必要なキャラですが、最強キャラの一人です。今回はライブルで27キロリリースの倒したくても倒せないうざいトレーサーの動きをしてきました。ぜひご覧ください。